ございます。低評価もたくさんつけられてるのが信じられませんか。はい、あのね、特別なことをやってる人のにはねアンチがつくんですよ必ず。で、なんでアンチがつくかというと、そのアンチすることによって、他人を低評価するっていうことは何があるかというとね、決してね他人をね見くびってるわけだけではないのよ。実はねこれ相対的な問題で、他人を低めれば自分が高まる錯覚なんですね。これね、これ面白いでしょ。だから他人を低めてる人っていうのは実は自分が低いってことなんですよ。自分が低いと他人を低めなきゃならないでしょ。だから、他人を低めることによって自分が相対的に高くなるでしょ。実際高くないんだけど、そういう、心理なんですね。だから、低評価つけてる人の気持ちは分かりますよ。相当自分の 意思が低いということなんでしょうね。はい、だからもう高い人はね、バッとつけないもん。うん、あとなんか人をディスったりなんかするとあんましないですね。そんな暇ないよ。そんな暇ないというか、あまりそういう時間に時間を費やしたくないから、そう思いますね。はい、だからね、そういう意味のあるそのアンチやバッドをつける人たちには意味のある行為なんですよ。もう大切なことは自分を高めると。自分を高めるってみんなやってんじゃない。自分を高めるっていうのを、自分を自身を高めるんじゃなくて、人をディスって自分を相対的に上げてるだけなんです。そういう心理なのね。だからバッドの人たちはそういう意味で、見られちゃうんだよね。でバッドつけない、それを反対することは当然ね、反することはあると思うんだけども、きちんとそれをきちんと説明してどうだこうだとこういうふうに言えばいいんだけどね。また自分で何かこう、発信するとかさ、そういうふうにして表現すればいいんだけど、それもできないしめんどくさいから、手っ取り早く自分を高めるために他人を低めてると、そういう感じですね。